どんなスポーツにも試合を行う上でルールが存在します。野球界においてもスポーツに興味がない人でも知っているルールから野球ファンにも知られていない細かいルールまで規則の内容は様々。そんな中、ある選手のプレーがきっかけで2023年シーズンの途中から新たなルールが導入されることに。そこで今回は NPB が導入に踏み切った新たなルールを詳しく説明するとともに、きっかけとなったプレーや選手について紹介します。ルール適用の経緯。2023年9月5日 NPB はベースのブロッキングに関する新たなルール運用を取り入れました。きっかけとなったのは8月18日に行われた DeNA 対阪神戦での一幕。9回表、2対1と1点リードを許した阪神は、6番佐藤輝明選手がライト前へヒットを放ち出塁すると、ダイソーに熊谷貴弘選手を起用。熊谷選手はすかさず2塁に盗塁し、判定はセーフとなりました。ここでリクエストに動いたのは DeNA の三浦大輔監督。キャッチャーからのワンバウンド送球を捕球したショートの京田陽太選手と熊谷選手が接触した時、熊谷選手の足が二塁ベースに届いていないように見えていたのです。リプレイ検証を終えた審判団は、セカンドのところで走者と野手が接触しましたが妨害ではありません、よってアウトとなりますと場内にアナウンス。ところがこの判定に阪神の岡田彰布監督は納得できません。実は二塁ベース手前でバランスを崩した京田選手は、熊谷選手のスライディングを妨げるような体勢になっていたのです。キャッチャーからの送球がそれていたこともあって、京田選手は二塁ベースを完全にブロック。あの状況じゃランナーはベースに到達できないと言わんばかりに岡田監督は猛抗議。怒りの声をぶつけた岡田監督でしたが、故意ではないから走塁妨害には該当しないと審判団の主張は変わらず、最後まで納得のいく回答がもらえませんでした。判定アウトのまま試合は再開されましたが、一瞬でチャンスを失った阪神はそのまま1点差で敗れる結果に。試合後、岡田監督は怒りをあらわにしながら、喋ることないわとだけ言い残して球場を後にしました。阪神は球団としてもこの判定に納得できるはずがなく、翌日にはセ・リーグに対して意見書を提出。同月20日には杵渕和秀セ・リーグ統括が横浜スタジアムを訪れ、岡田監督らにルール運用の検討を説明しました。この日の試合後、岡田監督は、俺の言うたことがちょっとは検討することになったんちゃう、明日かなと思ったんよ、今日日曜日やからな、わざわざ今日来たからトップのあれがな、そが来るいうことはやっぱり何かあったいうことやからな、あれじゃあかんっていうなと語りました。阪神島村聡球団本部長は、中身についてはここで私が言うべきではないが、意見書を出すということは昨日の判定に関しては違う意見を持っているという解釈、理解をしていただきたいと説明しました。その意見書の中には、熊谷選手がお互い怪我をしないためにスライディングを緩めたという文言も組み込まれており、プロ野球12球団と NPB はシーズン途中ながら異例とも言えるほどの速さで9月4日に東京都内で実行委員会を開催し、検討の結果、2023年9月5日からブロッキングベースという新たな運用が追加されました。繰り返された危険なプレー。今回問題となった守備の選手がベースを塞いでしまう行為、実は過去のプレーを振り返ると京田選手がグレーゾーンともいえるプレーの常習犯だったことが判明します。2017年から2022年まで中日でプレーした京田選手は、2022年オフに DeNA へ移籍。中日時代から二盗を狙うランナーをタッチしに行くタイミングで何度もベースを塞ぐような位置取りを見せていました。中日時代の2021年5月13日に阪神甲子園球場で行われた阪神戦、阪神が1点ビハインドで迎えた7回裏、2アウトランナー1塁の場面で熊谷選手が二盗を試みますが、この日ショートを守っていた京田選手と二塁ベース上で激しく交錯。キャッチャーからの送球を京田選手がそらしたことでランナーアウトとはなりませんでしたが、危うく怪我につながってしまう危険な接触プレーとなりました。今シーズンのプレーでは5月25日に東京ドームで行われた巨人戦、8回裏、
ノーアウトランナー一塁の場面で頭から二塁へ滑り込んできた増田大輝選手に対して二塁ベースを隠すような形で左膝をつきながらタッチをしに行き、そのまま交錯。判定結果はアウトとなっています。さらに7月26日にバンテリンドーム名古屋で行われた中日戦でも、3回裏ワンアウトランナー一塁の場面で盗塁を仕掛けた岡林勇気選手と交錯。岡林選手にタッチをしようとした時に京田選手はランナーの走路を塞ぐ姿勢になっていたのです。いずれのプレーも走塁妨害と判断されず、相手チームからの抗議もありませんでした。それでも一歩間違えれば相手選手に怪我をさせてしまう可能性がある危険なプレーだったと言えるでしょう。実際に京田選手と交錯した岡林選手はタッチアウトになった後、右足を痛そうにしながらベンチに戻っていきました。誰が見てもヒヤッとする二塁ベース付近でのタッチプレー、故意じゃなかったとはいえ、このまま問題を放置していたらいつか負傷者が出ていたかもしれません。これまでのルールでは本塁以外で激しい接触プレーが発生することは想定されていませんでした。京田選手のように二塁ベースを隠してしまう選手は今まで存在しなかったのです。いち早くルール改定に動いた NPB の判断は正しかったのではないでしょうか。 NPB が発表したブロッキングベース、京田選手のプレーがきっかけとなり新たに設けられたブロッキングベースの新ルール、このルールは一体どのような内容になっているのか、詳しく見ていきましょう。 NPB による見解はルールの運用方法を一部変更するというもの。2023年シーズンから NPB 審判長を務める森健次郎氏はブロッキングベースについて、完全に二塁ベースを塞いでしまったのは送球がそげたための不可抗力、規則的には妨害とはできない、しかし不可抗力といえど走者の不利益を取り除くということで進塁を認める、これをブロッキングベースという名前で運用していきます。もし一塁ランナーにそういうことが牽制球で起きたようなときは一塁にとどめる、当然逆にそれがいい送球なのに意図的にベースを閉めてしまった場合は審判員の判断によりますけど走塁妨害にして二塁に進めると説明しています。ファンから正確なジャッジが追求される近年のプロ野球、リプレイ検証の導入により繰り返し何度も問題のシーンが確認できるようになりました。今回の一幕、タッチの瞬間の塁を完全に塞いだシーンだけを見れば走塁妨害との印象を受けてもおかしくはなく、審判団からすればルール通りに判断しているのに違うジャッジをしたという誤解を受けかねません。また NPB ではランナーとキャッチャーの衝突を防ぐためのルールとして2016年シーズンからコリジョンルールを導入、度重なる危険なタックルによって選手が負傷することを問題視していたのです。当時からプレー中の予期せぬ接触で選手生命が絶たれてしまう事態を可能な限り減らしたいと考えていた NPB、 コリジョンルールはあくまでホームベース上で起きた衝突や妨害行為に対するルールとなっていたため、今回新たにブロッキングベースの適用を開始し、すべての塁上で危険なプレーが起きた場合に備えたのです。レギュラーシーズンの途中にもかかわらずトントン拍子で進められた NPB のルール改正、チャンスを奪われた阪神や問題となるプレーをしてしまった京田選手、そして全国のプロ野球ファンは今回のルール変更をどのように感じているのでしょうか。選手を守るために必要なルールだ。9月5日の試合前にルール改正について審判団から説明を受けた岡田監督、そりゃ当然やろと納得の表情を浮かべてコメントしました。一方、原因となったプレーを振り返る京田選手からは次のような発言が、とにかくわざとではない、自分では邪魔をしている意識はない、プレーに集中していた結果だ、ボールを補給してアウトにするだけで精一杯だったと、あくまで故意ではないことを説明しています。また走塁妨害が認められず審判に激怒していた阪神ファンからは、野手が完全にベースを塞いでいるのに走者アウトって誰が見てもおかしい判定、ルールが素早く改正されてよかった、岡田監督の異議申し立ては的確だったなどとルール変更に多くの賛成意見が集まった一方で、 DeNA ファンからは、京田が悪者になっているが、キャッチャーの送球がストライクで来るならまだしも、それたりワンバンしたりした中で
ベースを隠すような器用なことができるものだろうかと、一連の流れで起きた防ぎようもないプレーだったと主張する声が。さらに現役時代ショートとサードのポジションで活躍し、ゴールデングラブ賞10回の偉業を達成した宮本慎也氏は、京田選手のプレーを厳しく指摘。他の選手でも見たことないでしょう。送球が決していいボールじゃない。アウトにするのも重要だけど、大怪我しないようにすることも重要。前に行くか後ろに下がるか、走路だけには行かない方がいい。と、一歩間違えれば怪我をしていたことを説明。今すぐプレーを改善しなければ、また同じ危険な行為を繰り返してしまうと解説しています。宮本氏は、京田選手本人に直接話を聞いたそうですが、どうやら怪我のリスクを心配して温かい声をかけたみたいです。京田選手のプレーがきっかけとなり、新たに設けられたブロッキングベースの新ルール。今回の NPB による一連の対応は、プレーする選手や指揮を取る監督だけでなく、全国のプロ野球ファンにとってもいい改善だったと言えるのではないでしょうか。新たなこの運用開始によって、プレー中の怪我や誤審が少しでもなくなると嬉しいですね。というわけで、今回の動画は以上になります。他にもあなたが知っているブロッキングベースについてのエピソードがあれば、コメント欄で教えてください。本日はご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは。